皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。最近雑誌でですね、はい、薬は飲むな、はい、飲んだら死ぬみたいなことが書いてあるんですけれども、はいはいはい、そうなんですね、はい、最近ですね、先生、週刊誌の、見出しを見たけど、はい、この薬飲んでて大丈夫かとよく患者さんに聞かれますね。先生は実際読まれたんですか？さすがにですね、何人にも言われるので私は第2弾までは読みました。なんかちょっと今週はぶっちゃけた話が聞けそうで、はい、ね、ワクワクしてきましたけれども、はい、実際内容はどうでしたか？少なくとも第2弾まではですね、はい、まあ、簡単に言うと副作用の羅列ですね、まあ、ここで、まあ、一つの定義ですけど、はい、まあ、薬の持つ効果効能を主作用と、まあ、今回は話しますね、はい、まあ、要はいい作用ですね、反対に副作用はその薬の持つ、まあ、悪い、効果ですね、はい、副作用っていうとやっぱりイメージ悪いですよね、はい、まあ、実はですね、でもどんな薬でも実は副作用があるんですね、はい、全てやっぱ人工的に作っていますから、全ての薬に共通した副作用は、まあ、発疹と、まあ、肝機能障害、肝障害ですね。私薬飲むと薬によって、はい、薬疹っていうか、はいはい、出るんですけど、はい、これもやっぱり副作用なんですか？はい、薬による発疹で薬疹ですから、明らかな副作用ですね。副作用なんですね。副作用ですね、はい。そしてもう一個、肝機能障害ってあったんですけど、はいはい、これはどういったものなんですか？はい、まあ、簡単に言うと肝障害、はい、肝機能障害、まあ、名のごとく肝臓が障害されるものです、で、まあ、これで僕の方からの質問ですけど、肝臓は何をしている臓器か分かりますか？なんかあるんですけどよく分かんないですね。結構肝臓ってでかいんですけれどもね、はい、大きいですね。一応これはですね、肝臓は一般的には解毒作用、はい、毒を、まあ、なくする作用と、まあ、コレステロール等の合成作用があると言われます。聞いたことあります。まあ、実は薬は肝臓で無毒化されていることが多いです。まあ、もちろん腎臓でもそのようなことをされています。で、薬がですね、肝臓で特に関わっているわけですね。ですから、まあ、これ車で言うとですね、まあ、解体工場、はい、肝臓が解体工場です。まあ、解体工場にですね、肝臓に多数の車、はい、まあ、要は薬がやってきますと。まあ、中には直しきれないような故障を持った車もあります。もしくはあまりにも大量なその車がですね、解体工場に行くと解体が間に合いませんので、そんな車が蓄積されるとですね、解体工場が機能しなくなります。これが肝障害と言われています。なんか分かったような分かんないような、そうですね、微妙なところなんですけど、はい、具体的には症状としてはどんな、はい、まあ、症状はですね、肝臓って結構沈黙の臓器なんですが、倦怠感が強く出て、あまりにも重症化すると黄疸が出ます。黄疸っていうのは肌や目が黄色くなるやつですね。で、採血でいうとですね、いわゆる肝機能、まあ、いっぱい肝機能あるんですが、GOT、GPT が上昇します。で、まあ、これはですね、先ほどの例でいうと工場がですね、解体工場が、まあ、解体した部品を処理しきれずに、まあ、工場がその部品を川に流してしまうようなものですね。で、それによってその川に流した部品がいわゆる GOT、GPT として検出されるということです。で、発疹はですね、まあ、薬疹って言ってます、はい、薬疹、発疹はこれは肝臓だけの障害ではなくて、まあ、肝臓障害だけでなく皮膚の障害でもそういうことが起きるは言われます。なんかこうやって聞くとすごい怖いんですけれども、はい、副作用っていうのは主作用よりは頻度は低いんですよね。はい、そうですね。これはもうとっても良い質問ですが、はい、まあ、当たり前のことでは当たり前のことなんですが、まあ、良い効果の方が、はい、悪い効果が出る場合よりも圧倒的に多いから僕らはその薬を出していますと。まあ、そもそも副作用の多い薬は実験の段階、まあ、治験の段階でもう発売中止とか、まあ、製造中止になっています。まあ、実はそのような薬がものすごく多くてですね、はい、世の中に出てこない薬、まあ、実験段階で消える薬はものすごくあります。ですから製薬、まあ、薬を作るにはお金がかかると言われています。この話って以前やりましたよね、はい、以前やりましたね、はい、はい、医薬品、ちょっと言いますと、はい、医薬品はいわゆる動物実験から人体実験をやらないといけない薬で、まあ、病気の予防と治療が確固たる目的ですね。だから国に、認可されるためにはお金とだから手間がかかるんですね、まあ、実験の途中で効果が出ず、もしくは副作用がひどいものはどんどん消えていくというわけですね。じゃあ様々な実験が行われ許可されたものが出てくるというお話でしたよね。そうですね。この医薬品というのは、まあ、人間が持っている本来持っている自然の成分以外の成分が含まれ多く含まれています、はい、もう本当に人工的な成分が入っているということです。だから実は
まあ、危険性副作用も多いということです。だから認可まではとても厳しいんですね。じゃあ今開発が進められている薬っていうのもあるんですか？はい、僕は糖尿病の話をしますので、例えば糖尿病の今後の薬としてはですね、はい、まあ、今インスリンっていうと注射を打ってますけど、あれの錠剤ですね。あとこれ吸入インスリンって、インスリンをこう空気にしてこうバーって吸入インスリンするってこと、まあ、この吸入インスリンは一旦、1990年代ぐらいにアメリカで出たんですけど、またなくなって、また今アメリカで出てますけれども、はい、あと膵臓に働きかける薬、これも今、治験段階にあるそうです。あと末梢神経障害の薬とか、あとはもう一番、僕が期待しているのは iPS 細胞からの膵臓を実際作るという、これは薬というのか、ですが、このようにですね、はい、山のようにあるんですが、実は臨床的に目処が立っているものは今のところ、とか僕らのところに届くという段階ではない、全然ないですね。じゃあ山のようにあっても、ほとんど目処が立っていな い、ね、ということは、はい、じゃあ逆に許可されたものはもう実験に実験を重ね、その分許可されているので安全ということなんでしょうか？そうですね、やっぱ審査が結構厳しいので、安全性はとても高いと考えられていますね。じゃあ今騒がれているこの副作用っていうのはどのくらい頻度があるものなんですか？副作用はもちろん頻度がとても少ないんですが、大概は頻度不明って書いてあります。で、大概は1から 5% 以下になってますね。そんな少ないんですか？すごい少ないですよ。とても少なくてですね、薬が認可されてですね、実際の我々の臨床で使われて、それで自分たちでも分かるわけですけど、実際でもその段階でですね、異常が分かったという過去のケースがあるんですね。でそれ時々ニュースになるんですが、具体的に言うとですね、ちょっと前とかもう5、6年前になりますけどね、糖尿病の薬でとっても効果があったというノスカールという薬があるんですけど、この薬は本当に効果が出たんですが、実は、発売されて1年後頃に劇症会員になるということが、実は何か亡くなられてと、いうことで市場から亡くなったということもあります。だから実際は市場に出てからじゃないと分からないこともあるので、ですけど本当はもうとても副作用としては少ないですね。だから我々は使うんですと、分かりやすいようにですね、次回はその実際の薬の例を挙げて説明したいと思ってます。はい、じゃあ次回も楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。増えてませんか、です。でも夏って水分取るように言われませんか？はい、そうですね。今回の講演はやっぱり今言ったようにどちらかというと糖尿病患者さん向けなので、先ほど言いました一般の方でも通用してますが、まず第一にですね、ペットボトル症候群という言葉があるんですが、聞いたことありますか？なんか聞いたことあります。の薬の一つである、通称スタチンと呼ばれているんですが、スタチンはですね、服用にてコレステロール値を下げて、心筋梗塞や 脳梗塞を減らすという主作用があります。良い効果ですね。副作用としてはですね、一番重篤なものとしては、筋肉が溶け出る黄門筋融解症という、